カルボナーラの美味しさってここっていうのがあって、あ、そうなんですね、はい、あ、もうそこすごい聞きたいです。卵のこの、その生臭いみたいな感じは一切もちろんないですし、はい、といってもなんかこのフレッシュ感がどっかで感じられるような、はい、こんにちは。今回撮影ということでよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。実は今回料理王国さんの、はい、まあ、ちょっと企画というかでございまして、はい、僕ちょっと呼んでいただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。本当に光栄でございます。はい、光栄です。もう知らない方のために、もう奥田シェフといったらもうイタリアンの世界ではもうめちゃめちゃ有名なシェフで、もう知らない方はいないです。いたらモグリですってぐらい本当に有名な方で、僕もいろいろ本とかいろんなレシピでこれまで勉強させていただきまして、今日直接いろいろ教えてくださるということで、もうすごい楽しみです。はい、お超楽しみです。私も憧れて YouTube を奥田チャンネルで作ったので、すごい人がいるよってうちのスタッフから聞いて、それで僕のチャンネル作ってみたので、あ、もう今日会えて光栄です。あ、もう本当に光栄でございます。もうで今日はその天才奥田シェフに、何今日教えていただけるんでしょうか。なんかプレーンなところでカルボナーラ、はい、ああいいですね、はい、まあ、すごくプレーンなんですけど、はい、でもカルボナーラって多分すごい有名ですし、はい、で作ったことある方も多いと思うんですよ、はい、でだからこそ多分、うん、コツとかもあるでしょうし、はいはい、こういうところに注意したらいいよってところを教えていただければ、僕も視聴者さんも喜ぶと思いますんで、はい、僕の考えるカルボナーラの美味しさってここっていうのがあって、あ、そうなんですね、はい、あ、もうそこすごい聞きたいです。ここピンガーってこのピンのとこ攻めていくみたいな、あーもう一点集中なんですね。いや、これが天才の考える思考回路だと思うんで、今日はそのちょっと一部を、はい、こう教えていただきたいなと思います、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。だいたいいつもパスタなんですが、はい、一応香り出るために一応だいたい4分前ぐらいから作っていきます。はい、そこがこう美味しさがあって、ここに向かってこう やりたいことだけやってて、やらないことやらないで、それが頂点に行った時にパスタと会える。ああ、なるほど、はい、もう一番いいところで出会うわけですね。そうです、そうです。で、まずは塩なんですが、はい、一応これ実は皆さん岩塩使ってますが、食塩使います。いや、これがすごいびっくりでいや、こだわるんだったら、はい、やっぱり岩塩でしょって思ってたんですけど、はいはい、違うんですよね、奥田シェフは。岩塩はマグネシウムとかカルシウムとかが多くて、うん、はい、カルシウムって実は90度になるとこの液体の中で動物性タンパクをこうやって探しに行くんですよ。あ、でいないと他のものにこうくっつくっていう、はい、で沸騰するとアクになって出てくるっていう特徴があるので、このカルシウムが入ってる塩を使うと、うん、パスタの表面にそのカルシウムのものがついて壁になっちゃう、っていう考え方なんです。なので塩化ナトリウムだけ。そうなんですよね、はい、いや、すごい意外でした僕これ、はい、で今度パスタの茹での塩は、2.5% 入れます。これがもう最大の特徴だと思うんですよね、はい、2.5% 最初聞いた時に、はい、あれ間違えてないかなって思ったんですよね。間違いじゃないですよね。大体の人は 1% なんですけども、うん、その 2.5% 入れるっていうのが特徴で、そうすることによってパスタの表面がこう糊状にならない。うん、しかもこっちに濃度がつくのでパスタがコシが出るっていう特徴があります。はい、はい、では 2.5% とかでこんなに入れちゃいます。これ結構衝撃映像ですね。これ入れてもらいます。これはね、でこれ営業やってるとだんだん少なくなったり、2回目3回目って少なくなるんですが、はい、なんとこっちに湯すぎのお湯がある。これももう最大の特徴2ですね、はい、湯すいちゃうんですよね。そうなんですよ。今までパスタの作り方で、うん、アーリオリオペペロンチーノは塩味がソースに入ってない、うん、ラグーソースは塩が入ってる、うん、でトマトソースも塩が入ってるのに、同じ塩分のパスタで和えると一皿の塩分量は違うっていう、うん、そしたら毎日お客様、まあ、田舎のレストランなんで、もともとは山形県東多賀郡串引町大和下山沿い浅井自立館83っていう今合併になって鶴岡市なんですが、そこに要はお客さんの数が限られてるんで、毎日来てもらうためにはどのパスタを食べても塩分が同じっていうのだと安心して毎回行けるっていう、うん、なのでパスタのソースの塩分によってしょっぱいパスタをゆすぐ時間を変えて残ってる塩分をコントロールしながら入る。なんで、ラグーソースだったら塩分を抜く、うん、しょっぱくないパスタを入れる、はい、で
塩の入ってないパスタソースだったら塩分が残ったまま入るっていうことをやります。じゃあパスタを入れてっていいですか。はい、お願いします。入れてきます。はい、はい、こうやって茹でたら、まあ、こうちょっとこうポコ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 っていうこう、うん、あまりこうこすられすぎないような湯加減にします。ベーコンです。これ今日は庄内豚ベーコン、なるべく地元のものを使います。あ、それはもうこちらに、はい、東京のお店でもそういう形なんですね。そうです、そうです。地元の人を救う、救うって言ったらあれですけど、でもみんなと一緒にレストラン作ってそういう、あのレストランはこう公民館だって考えてる。公民館、田舎の人の公民館。あ、なんでいろんな人が来て、はい、ちょっと生活こう本当に預金通帳とか持ってくる人いるんですよ。お店で、もう公民館以上ですね。そうなんですよ。でみんなで助け合って楽しくやっていく。あ、いいですね。でベーコンこのぐらいで、はい、はい、入れていきます。もうオイルは敷かずに、うん、最初、うん、ちょっとだけ入れます、はい、ちょっとだけ入れます。はい、であのこれ、最初にあの音、料理やるときはなるべく五感使うので、目で見て鼻で嗅いで、触って、はい、味見して、あと耳で、あのこれ、まあ、料理人だと普通みんなやってることなんですが、最初火を入れて、水分が多いので音が大きい。でこれ実は色がついてくると音が小さくなってきます。なのでその間に音で聞きながら別の作業をするということです。こうやって少し焦げ味つけます。焦げ味っていうのは、もともと人間があの昔の太古の時代に火を使いこなせることが分かって、はい、その他の動物たちが食べれないものを火を使って食べれるように毒を消して食べれたので、実は焦げ味がついてると人間の遺伝子の記憶の中に食べ物だっていう記憶が開くんですよ。なので焦げ味ついてると美味しいんです。すごい納得。でその後冷蔵庫できるまでものすごい期間があって、焦げ味ついてるとお腹壊さないっていう記憶も入ってるんで、焦げ味がついてると人間は記憶の扉がポコーンって開いて食欲湧くので。なるほど、はい、そういうのがもう入ってる、セットされてる。あ、もう遺伝子にもうこうインプットされてるんですね。そうなんです。で、まあ、だいたい焼き色つけちゃえば美味しくて、あとここに母乳の味をつけるんですよ。小さい頃みんな母乳飲んでるので、はい、油脂分、糖分、塩分、旨味、はいはいはい、それが全部あるのがカルボナーラ。確かに。そこに焦げ味ついてる。確かに。だから人気なんです。もうみんな好きですもんね。そう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 。そういうふうに。あれ今日科学の実験でしたっけ。すごいね。理論的にというか、学生時代もう県で下から18番目ぐらいの成績で、はい、頭悪かったんで、料理人になった時に頭がまだ子供のままだったんです。はい、なんでどうしてどうして、何でもどうしてどうして。ああ、はい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 。だからみんながこう新幹線とかで通っていくとこ、僕は歩いて、なんでなの、なんでなの、なんでなの。ああ、いやでもそれすごく大事なんですよね。そうなんですよ。でよく考えればわかるんだけど、はい、取りすぎちゃった。いやでもあの僕もなんか本ゆで論の本も思ったんですけど、うん、はい、普通の人だったらもう通り過ぎちゃうようなところも、あのそこから研究するスタートなんだっていうのがすごい、やっぱここが天才と普通の料理人の分かれ目だななんて思ったんですけど、みんなが頭良すぎて僕がバカだったのが良かった。すごいな。で今度ここに軽くニンニクの香りつけます。はい、ここに今卵を入れる。あ、ボウルの方につけるんですか。はい、つけます。そうするとこれ何回でも使えるので、うんうん、原価も経営者としては、あそれ、ちょっとうちでもそれあのいただきました。はい、ニンニク活用術いっぱい。でここに卵入れます。はい、まずは卵黄一つと、あと全卵です。はい、でここにちょっとバター入れます。あで混ぜるときは軽く、まあ、このぐらいです。ああもう、うん、こんなもんでいいんですね。はい、完全に混ぜすぎない。でここで味見して、卵料理って実は塩味がポイントなんですよ。はい、
あのフランス料理とかでも卵料理っていう一つの欄があるぐらい昔は、うんうんうん、だったのでここに塩入れます。バターは余熱で溶かすってことですか？バターは最後こう乳製品の味、そうです、最後ここに入れた時に余熱で、はい、でここでもう味を決めたの。でそしたら、少しだけ、まあ、カリカリしたベーコンってやっぱり美味しいので、はい、このベーコンちょっと取っときます。トッピング用ですね、はい、そしたらここにクリーム入れちゃうんだ。そうするとベーコンクリームになっちゃうんだ。牛乳は一切入れず生クリームだけなんですね。はい、はい、で食べます、はい、これ食べてください。あ、じゃあすみません、いただきます。うん、でこれねカルボナーラは実は柔らかめなんです。あ、かなり柔らかいですね、確かね、うん、でしょっぱいですよね。しょっぱいです、はい、しょっぱいですよね。しょっぱいですね。なのでここで茹すぎます。茹すいじゃうのありなんですね。この発想は普通生まれないですよね。これで完全に油水で、はい、じゃあ食べてください。いただきます。味が抜けるんです。うん、本当だ、はい、だからここ次の第2のポイントでこのソースを90度に揚げるんですよ、はい、90度に揚げると実はパスタの表面に毛穴ってあってそれがパーンって開く。はいはいはい、でここからねでんぷんが出てくるんですよ。あ、でこれ90度以下だと毛穴閉まるんですよ。ああ、なるほど、はい、なので90度になったらここ入れます。はい、そしたら、はい、でんぷんが出てるのでこうやって混ぜていくと、これただ混ぜていくと毛穴が開いてでんぷんが出て生クリームの油脂分とつながってベシャメルソースになってくる。あ、クリクリクリ、これ誰でもできますよ。こうやってやると、あ、で今とろみが出てきましたね。空気入れないようにこうやって煽ると空気入っちゃうので、はい、クリームソースは空気入れないようにこうやって混ぜます。あ、はい、これで、あ、もう、もういい感じに、うん、90度で澱粉足して油脂分、油脂分プラス澱粉プラス熱で、あのベシャメルソースとか作れるように風味が出る。でこれ食べていただくと実はもうこれで、もうこれだけで実は一品になっちゃうんですよ。あ、そうなんですね。ぜひ食べてみてください。あ、じゃあすみません、ちょっとぜひ、はい、すみません、いただきます。そしたらすみません、うん、本当だ、もう完成してます。美味しい。ちょっと一品ですね。じゃあカルボナーラは何が美味しいのかっていうと、はい、白ワインと僕は好きで、こうやってカルボナーラで食べていくと、はい、喉がね、ここにだんだんカルボナーラのソースが溜まってくるんですよ、うん、でそれを溜まったのを白ワインを口にして、なよん？なるほど。でとろみのベールを試食しながら、でそれまでのカルボナーラの重い味と酸味が加わって中和して消えていく。そこを目指すっていう。なあ、もうに。ゴール地点がもうそこまであるんですね。そうそうそう、なのでここで実はもうクリームの層ができてるので、はい、もうでこれで十分も美味しいんです、はい、でここに最初パスタを入れます。で入れて卵の層、クリームの層プラス卵の層にします。はい、ここでパスタの表面に卵の層を作ります。そしたらここに入れて、で少しだけ残します。層をダブルにします。クリームの層に卵の層をつけて、いやー、もう美味しそうっすね。そうです。そしたら生の温度帯の違う層を、生の卵のことを入れて、味が実は深
合的にできるので、ここによいしょ、でチーズをかけます。でブラックペッパーを、カリカリのベーコンを入れて、最後ちょっとかけてカルボナーラの汗です。おー美味しそう美味しそう、香りもすごいいいですね。はい、そうなんです。じゃあこれです。じゃあいただきます。はい、はい、すいません。おー、もうすっごい楽しみあ、もう濃厚で、そうなんです。はい、そうか。で最後にあのボウルの中にこう戻すっていうのがポイントなんですね。はい、そうです。あのスクランブルエッグとかで、はい、そうやると美味しくなる。あ、こっちで作ってちょっと生のところ残して入れる。なるほどなるほど。いただきます。うん、なんかね、あの天才のこの今一瞬なんかきらめきが見えましたちょっとよく分かんなかったけどすっごい美味しいです濃厚なのはもう間違いないし、はい、もう本当に濃厚ですし、はい、こう卵のこのなんて言うんだろう、しっかり火は入ってるからその生臭いみたいな感じは一切もちろんないですし、うん、はい、といってもなんかこのフレッシュ感がどっかで感じられるような、はいはい、最後のあのボウルに残ったちょっとしたあれ、あれでちょっと変わるんですね。いや、すっごい美味しい。日本人って生卵好きなんで、うん、卵かけご飯とか。確かにそうだ。だからちょっと日本人が食べて美味しいと思うカルボナーラでも見た目は本当イタリアン。いや本当ですね。あ、そうですね。そう言われるとあの絶対なんかしっかり火通さなきゃいけないっていうなんか先入観ありましたけど、うん、卵かけご飯みんな好きですもん。そうです、そうです。そうだ、こう僕が目指したのはなんかこう日本人が食べて美味しいイタリアンでも食べた後になんかイタリアのあのカンツォネが聞こえてくる。もう完全に今もうローマ見えてますそう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 。でも本当にあのこういうカルボナーラ一つとっても結構もう皆さん作ったこともあったり知ってるレシピだと思うんですけど、本当に研究する余地っていっぱいありますよね。これだけシンプルなレシピなのに全然違いますもん、僕自分で作ったのと。でこうやっぱこうレシピってこう僕音楽だと楽譜だって考えてて、あ、僕がカラオケで歌う歌とカフェ屋さんが歌う歌って聴いてる方から違いますよね。ああそうですね、そうですね、はい、いろんな答えがあって、あ、で僕はこのカルボナーラのここを言いたいみたいな感じでやって、うんうんうん、あ、そっか、だから点がしっかりしてるから全然違う感じになるんですね。でそこに向かってただやることやっていくみたいな。だって使ってる食材もすごい本当シンプルなので、はい、面白いですよね。ぜひあの作ってみてください卵の層、生卵の層、はい、3層になってるけどすごく多分そうですね、複雑で、そうそう、ただ濃いだけこう濃厚なだけってじゃ、うん、感じじゃなくて、なんかすごいこの、うん、フレッシュな感じ、そうそうそう、複雑に感じるんですけど日本人生卵好きだから、はい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 、最初に下に当たるのが生卵の層なんですよ。うーんなんで卵かけご飯そっからほっくりした味になってる、クリームの層いや、ほんとそんな感じですあのたまにホテル行って、はい、朝食であの、はい、コックさんが作ってくれるスクランブルエッグ食べるんですか、はいはいはい、あれ家で食べた時って、はい、ね、家で食べるスクランブルエッグと全然違 う, うなんかその感じに似てます。なんでこう、いろいろあのわざとバターも溶かしていってたんですよ。複雑に層になってる。勉強になりました。いやいや、ありがとうございます。